先頭が20分30で加納さん、大村さん、周回90の勝ち。その後20分45で平川くん、古田くん、その後ろ21分ちょうどで吉永君、藤田君、周回100、その後ろ21分15、渡辺君、古賀君、周回102、その後ろ22分ちょうどで津田君、佐伯君、周回105、以上になります。この組、あの、加納さんと大野さんというと、ある意味、両極だから全然だから。全然違うんですよ、日本代表と。まあ、箱根にね、最も印象だけが残ったと思います。大村はじめ、この2人並んでペースメイクをするんですね。しかも、最後で、多分、加納さんを置いて、大村さんに。やらないです、やらないです、やらないです。今日はやらないです。押せるぐらい黒いっすよ。真っ黒やん。白すぎるために爪を取らずに。そんなことない。それ言うとみんな見るからやめてください。カメラみんなに爪にしようか。動画もおかしい、おかしい、おかしい。塩尻市役所の大村さんでね、普段真面目に働いてるのか。ラストは選手を台無しにする動画を、選手を狙うと思う動画を。ラストね、65点。やりません。選手ファーストね。選手ファーストね。最終空はね、足を残してくれていけないから。1分前で、今確認にはなりますが、アウトスタートは奥、遠赤なくなるまで外ですからね。ちょっと前の組、内側にすぐ入っちゃう方いましたけど、奥まで遠赤なくなるまでは外です。おーすごい、完全ボールですね。大丈夫ですか？熱くなったら言ってくださいね。すぐあの給水とか受けてくれるんで。これすごいな。30秒前で持ってきたから頑張ってください。頑張ってください。昨日タオルを頭に巻いた運営委員会の人が走ってます。あの白タオルはね、もうね、ずっと罵声を浴びてください。もう、お前そんなんでいいのか。これはまあ。白タオルは頭に巻いたやつは、あの、もともと超大陸上ですから、そこそこ速いわけですから。ここでこう、スピードがないわけじゃないですか。罵声を浴びてください。ラストマラソンの時の、ぜひぜひ、一緒に行ってください。
が一人全部開けて、ハイセンスがつけないようなダンスをね、逆にこう、こうなっちゃったけど、ハイブつけたとかしてるんですよ。そんなに言うと、4年分のままつけないのがいると、寄せくる人の力がいいかな。でも、一度ぐらいずれて、こう、M 高しって独立して、一人歩きしていただけるところで、この、エミさんの面白さがありますので、お知らせいたします。10分後、2時45分です。第4局選手権、よろしくお願いします。今何キロ？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 頑張れ！
¡Vamos!